楽しく過ごしている。久め彼氏できたの？そうなの。エンジ君って言ってリザ校に通ってて、学年は一つ上なんだけど、すっごくかっこよくて、通学路で一目惚れしたんだけど、告白したら OK もらえたの。おめでとう久め。私は久めに彼氏ができたことを少し不安に思っていた。というのも久めは恋をすると周りが見えなくなるところがある。中学の時も彼氏の話ばかりする久めに怒った女子グループとの対決に巻き込まれたこともあった。今度の相手とは何もないといいんだけど。エンジ君がね、早速デートの予定立ててくれて。でも久めがこんなに幸せそうだし応援してあげよう。だが私の不安は早くも的中してしまった。久め、今日駅前のもちもちクレープ食べに行こう。あんた本当あの店好きよね。でもごめん、今金欠なんだ。また今度ね。久めここ最近あんなにたくさんバイトしてたのに金欠なの？うん、それがね、エンジ君が携帯壊れて機種変するって言うから足りない分を立て替えてあげたの。そんな大金を立て替えたの？エンジ君たら。スマホがなくて久めと連絡が取れないなんて辛いよって言うんだもん。そんな可愛いお願い聞いちゃうわよね。久めがまた周り見えなくなってる。まずいよ。久め、お金絶対にちゃんと返してもらうんだよ。大丈夫よ、エンジ君はそんな人じゃないから。心配だな。そんな大金を高校生の彼女に普通払わせる？さらに数日後。いたっても我慢。イサメ、お昼ご飯ならおごってあげるよ。相変わらずバイト漬けなのにまだお金ないの？エンジ君が進路で悩んでいるから、私が気晴らしにデートに連れて行ってあげてるの。まさかイサメがデート代払ってるんじゃ。当たり前じゃない。エンジ君たらね、進路が決まったら今度は俺がイサメを好きなところに連れてってやるよ。でデートの旅に行ってくれるの？優しいと思わない？全然思わない。スマホ代もまだ返してもらえてないみたいだし、いくら進路で悩んでるからって年下の彼女にそこまでさせる？だがこんな不安はまだ序の口だった。数日後。そら、久めいる？どうしたの浩二、久めなら今日は休みだよ。困ったな。今日1000円返してくれるって約束してたのに。久めたら浩二にまでお金借りてたの？俺以外も何人か貸してるみたいだよ。あいつ大丈夫なのかな？久め、今日もバイトで学校休んでるし心配だよ。翌日。久め、昨日浩二がうちのクラスに来てって、どうしたのその格好？何よ。いつもの久めらしくないよ。唇はカサカサで髪もヨレヨレじゃない。だって最近節約しててヘアオイルとか化粧水も我慢してんのよ。まさか久め彼氏にまだ見ついてるんじゃ。人聞きの悪いこと言わないでくれる？ひょい。エンジ君はとっても優しい人なの。ほら見て、この間エンジ君からもらったプレゼント。見つがせるような人がこんな素敵なプレゼントくれると思う？プレゼントってどう見ても100均で売ってる鏡。今時100均でももっと可愛いデザインあるでしょ。いくらなんでも授業を休んでバイトしたり欲しいもの我慢したりすることないじゃない。あんなに綺麗だった髪もボロボロで見てられないよ。いいわよ別に。ソラがどう思うとエンジ君はどんな私でも褒めてくれるんだから。どうしよう、もっと早く止めていればよかった。その日体育が終わって教室に戻ると、嘘なんで？ヒサメどうしたの？エンジ君からもらった鏡が壊れてる。落ち着いてヒサメ、パーツが外れただけだよ。きっとカバンの中で外れちゃったんだね。すぐ元に戻せるよ。かすみ、あんた体育見学してた教室に早く戻ったわよね。あんたが犯人ね。何のこと？エンジ君のプレゼント壊したでしょ。弁償しなさいよ。本当に知らないってば。そうよ、かすみちゃんは私と一緒に教室に戻ったわ。何もしてない。みんなで口裏合わせて私をはめようとしてるのね。彼氏がいる私に嫉妬してるんでしょ。ひさめ、何言ってるのよ。いい加減にして。ソラもこの人たちに言ってやって。もうやめてひさめ。ソラ、証拠もないのに犯人呼ばわりしたり勘違いして怒ったり。かすみちゃんに謝りなよ。そんな鏡一つで怒るなんてどう見てもおかしいよ。そんな鏡ですって？おしゃれで優しいひさめはどこに行っちゃったの？よくもエンジ君のプレゼントをバカにしたわね。そこ何を騒いでるんだ。ホームルームを始めるぞ。ソラ、親友だと思ってたのに他の奴らと一緒になってエンジ君を悪く言うなんて許さない。翌日、昨日あんなことがあったけど今日はヒサメと仲直りしよう。あの子だよね。親友が彼氏と別れるように裏でコソコソしてたんだって。やめなよわさびちゃん。何のことを言ってるの？やめろよお前ら。ソラがそんなことしてる現場を見たのかよ。私は噂で聞いただけで信じてはいないよ。噂？高い化粧水使わないと彼氏に振られるってヒサメちゃんをからかったとか。言わないよそんなこと。他にもカッパ公園のカッパを勝手に捕まえたとか、もちもちクレープの店員さんにただで持ち増量するように脅したとか。そんなことしないよ。何それ。
根も葉もない噂ばかりだったが気になることがあった。それはどれも久美との思い出にまつわることばっかり。まさか他の子たちと噂の出所をたどった結果、やはり噂を流していたのは久美だった。逆恨みして親友の悪い噂を流すなんて最低。久美、嘘でしょ。どうしてこんなこと。何が親友よ。人の彼氏を悪く言うなんて、そうはもう親友じゃないわ。心配するふりして本当は彼氏がいる私が寝てほしかったんでしょ。私は本当に心配してるんだよ。学校休んでまでバイト付けて自分の欲しいものも遊びも我慢して、もうエンジ君と付き合うのはやめてよ。ソラの言う通りよ。おかしいわよその彼氏。その人リザコンなんでしょ。私知り合いがいるから調べてもらおうか。うるさいうるさい、エンジ君のことを悪く言うやつは許さない。あんたたちもソラも全員二度と私に話しかけないで。ひさめ、ソラちゃん元気出して。どうしたらひさめを止められるの。この出来事がきっかけとなり、今度はひさめの悪い噂が学校で流れるようになってしまった。彼氏に貢ぎまくっててバイト付けで借金もあるんだって。うえ、ひさん近寄ったら金たかられるぜ。しかも自分が悪口言われたら相手の悪い噂を流すらしいよ。怖え。でも最近全然学校で見ないよな。きっとバイト付けなのよ。あれから私はひさめと直接話せていない。連絡をしてもひさめは出てくれない。そんな時久しぶりにひさめが学校に来た。ひさめ、話しかけないで。藤先生と親がしつこいから来たの。わあ来た。あの子あれでしょ。なんなのこいつら感じ悪い。一番腹が立つのはソラよ。私があんなに苦労してエンジ君のために働いてたのに、親友のふりをして裏で笑ってたんだもの。もうあんなやつ顔も見たくない。こんな学校用はないわ。授業終わったらさっさと帰って。あ、戻ってきた。ひさめでしょ。私の財布取ったの。はあ、なんのこと。私の財布がどこにもないわさ。学校に着くまでちゃんとカバンの中にあったのに。なんで私がわさびの財布を盗まなきゃいけないのよ。あんた彼氏のために借金したりバイトしたりしてるんでしょ。盗めたらあんたしかいないじゃない。言いがかりはやめてよ。犯人じゃないならカバンの中見せろよ。本当に違うってば。私じゃない。私は知らない。どうして信じてくれないの。やめて。人目はお金に困っても誰かのお金を盗んだりしない。そら、でも学校に着いた途端財布がなくなったのよ。人目が取ったのよ。証拠はあるの。だってお金に困ってる人目ならやりかねないじゃない。思い込みで私の大事な友達を犯人呼ばわりしないで。そら、あんなひどいこと言った私をかばってくれるの。私がやってない証拠だってないのに信じてくれるの。そらさん、なんでこんな女の子とかばうの。もしかしてそらさんも共犯なんじゃない。やめてよ。そらの言葉で悪く言わないで。ひさめ、何を騒いでるんだ。廊下まで聞こえてるぞ。先生、ひさめさんが私の財布を盗んだんです。財布ってこれかい。え、わさび色の財布。ということは藤先生が犯人だったんですか。違うでしょ。5時間目の授業が終わった後、美術室に落ちていたよ。5時間目に授業をしたのはうちのクラスだったから持ってきたんだ。あ、お昼休みの後そのまま授業に持っていったんだった。ルンルンルン、ものすごいバランス感覚を見よう。お前な、頭ごなしに犯人呼ばわりしてはダメだよ。わさびさん、ごめんわさい。謝る相手が違うんじゃないかな。ひさめさん、ごめんわさい。私じゃなくてソラに謝って。ごめんわさい、ソラさん。ひさめ、ひさめ待って。私もうソラに合わせる顔がない。ソラの悪い噂を流した挙句、私のせいでソラまで疑われて。でもひさめはさっき私をかばってくれたよね。嬉しかったよ。ソラ、ひさめ、私もうエンジ君と無理かもしれないよ。から連絡も来なくなったし、大学の推薦も決まりそうだし、俺の人生順調。エンジ君ちょっといいかな。はい、なんでしょう先生、もしかして推薦決まったんですか。いや、君がモナコの生徒を騙してお金を巻き上げていたという話を聞いてね。けしさめのやつチクりやがったな。だが俺の人身掌握テクニックを使えば。柳先生、その女虚言癖があるんですよ。僕も困ってて。僕はモナコの生徒とは言ったけど女の子だなんて言ってないよ。あ、僕のいいとこはモナコにいてね、とある女子生徒が君のために使ったお金の領収書や君のために学校を休んでまでバイトに勤しんだ給与明細もこの通り証拠として預かっているよ。大学推薦の前にこの件について話を聞かせてくれるかな。こうしてエンジさんは大学の推薦を取り消された。さらに年下の彼女に散々貢がせて利用したという噂が流れ、卒業まで肩身の狭い思いをして過ごすことになりそうだが。知らねえ。
ひさめが立て替えたお金はちゃんと返ってくるみたい。ねえくるみ、私のレシートとかバイトの給与明細をどうやってリザコンに持って行ったの？実はいとこがリザコンに勤めてるの。ええー？コウジもカスミもいろいろ本当にごめん。大丈夫だよ、お金ならちゃんと返してくれると思ってたよ。おはよう。はぁ、そうだ、おはよう。ひさめおはよう。仲直りしてからずっとひさめの圧がすごい。ねえねえ、久しぶりにもちもちクレープ食べに行こう。はい、行こう。いいな。放課後。私ね、エンジ君とうまくいってるって自分に言い聞かせたくて貢いだりバイトしたりしちゃったのかもしれない。みんなから指摘されるたびに不安になってひどいこと言って本当にごめんね。ひさめなりにたくさん考えたんだね。でも私もみんなも分かってるよ、今のひさめが本当のひさめなんだって。髪もツヤツヤでおしゃれで恋に全力のひさめもいいけど今のひさめが私は好きだな。ソラ、ありがとう。もう恋愛はコリゴリ。またそのうちいい人見つかるよ。いいの、しばらくはソラとたくさん遊ぶの。お金でつなぎ止めなきゃいけない彼氏より自分をいつも信じてくれる友達の方が大切。